こんばんは。こんばんは。大好きシーサイド始まりました。第14期シーサイドイメージガール桑原萌子です。そして本日、一緒に番組を進めてくれるのは、はい、同じく第14期シーサイドイメージガールの寺岡千尋と長松ひかるです。はい、はい、よろしくお願いします。最初どうした、最初どうした、みんなにも言ってますからこっちが言うけどなと思ってお天気お姉さんみたいな感じで、ちょっとやってみた。ちょっとね、間が空いちゃった。びっくりしたよ。ちょっとこの3人でまた2回目、ね、2回目だよ。2回目だよ。前もね、そう、この3人だったよね。1ヶ月前とかかな。そうそう。先月だね。先月、うん。あれから1ヶ月経ちました。ね、変化はあるでしょうか。何かありましたか。その時も多分 MC じゃなかったっけ。そう、そうなの。そう、でも真ん中になんかこのポジションだったよね。そう、同じ位置だった。そう、ね、左に光るね。この3人じゃなくても最近ここなの。うん、なんか定位置落ち着いたのここに。なんでか知らないけど、なんだろうね、定位置になっちゃった。定位置になっちゃった。落ち着いていろいろツッコミを見てください。端からね、端からね。はい、はい、じゃあちょっとね、最近どんな感じで過ごしてます2人は。あのですね、うん、あのですね、1ヶ月、その1ヶ月ぶり、その1ヶ月ぶりって言ってて、2人とも突っ込んでくんなかったんだけど、うんうん、私、まあ、スタンスショートだから、基本スタイルショートだから、うんうん、だけど、ね、今月頭にまた切ってっから、ね、ブログに、ブログにバッサリってやつ載せたんだけど、うん、もう夏、真夏はね、ほんとこれぐらいになって、確かに言われてみれば、うん、ベリーショートみたいな、うんうん、でも7月頭だから、うんうん、若干ちょっと伸びたけど、うん、でももうバッサリと。いいね、うん、すごい似合うよね。なのでもう毎年そうなの、毎年7月8月どっちかはまた絶対バサッと切る日なの。でもさ、すごい最初長かったよね。結構その長かった時、あ、これぐらい、これぐらい MVP ぐらいないよって思った。あの東京タワーでのお披露目の時は結構長く、ボブぐらい、うん、ボブ、うん、そのイメージが結構あるけど。そう、でも両方似合うね、ついたね、基本仕事に。そうだから、ここ最近、うん、今月また切りました。もしかしたら来月また切るかもしれない。いいね、どんどん ね、どこまで短くなるにつれて、うん、でもさ、ここのさ、今つけているこのかわいいイヤリング、あ、これか、そう、すごい、これか、めっちゃキラキラする。そう、ショートだとね、確かに。でもピアスじゃないんだよ、うん、え、何、イヤリング、イヤリングだよ。ピアス開けないんだ。開けないの、開いてない。お、仲間だよね、仲間だ、ね、仲間です。開けてる、開いてる、ね、そうだよね、大人、大人女子、大人かな、大人かな。いやだよ、怖くて開けられないもん、ね、痛そう、痛くない、ね、意外と一瞬だよ、うん、1秒ぐらい言うじゃん、みんな、みんな言うじゃん、それ、ほんとね、うん、でも痛気持ちいいぐらいだから。え、気持ちいいないよ。最初ね、怯えてたけどね、ほんと1秒ぐらいで終わった、パチって。でもその後がちょっと痛いかな。なんか落ち着くまでが痛いんでしょ。そうそうそう。へー、でもね、開けない。開けないよ。でも今開けても、ね、今開けてもほら、うん、就職のね、うん、確かにさ、大変でしょ。開けてすぐ埋めなきゃいけないでしょ。うん、そうだね。いろいろ。開けようと思ったことないの？ない。まあ、ね、開けなそうだ。私開けてそうって言われるんだけど。うん、開けそうだから。開けなそうだよ。そういう意味じゃない、そうじゃない。そう。成人派って言ったかったの。わかるわかる。いやでも髪とかもさ、そう、みんな結構茶色にしてるけど、あの学校がダメなの、うん、校則とかじゃないんだよ、そんな高校みたいに、じゃないんだけど、うん、何かとなんかスーツだったりとか着たりとかする授業があったりとかするから、うん、あのあんまりその金髪とか、うん、あ、そういうのはダメ、そう、オレンジ系の明るいのにしたりっていう子はあんまりいないかな、楽、その方がめんどくさいじゃない、うん、明るくして結局暗くしなきゃいけないみたいな、うん、あ、そうだね、え、萌ちゃん明るくしたことあるの、うん、染めたことない。そうだよ、だって染めたことない、そう、地毛の色だよ、地毛、そう、ちょっとね、次染めるのは、まあ、白髪染めとかの時かな。やめてよ。何年後かな。かな、そう、え、ヒカルンは今これ就活ヘアだから黒にしたんだよ、ね、戻ってきた、自分の毛に戻ってきた、うん、いや戻ってきた、いや、まだまだ、あの1ヶ月に1回ぐらいはちょっと、そうだよね、染め直さないとアップリンになっちゃうって、なんかやっぱ違うんだよ、うん、色が落ちてきちゃうの。おー、あ、そうなんだ、え、でも黒も似合うよ、
いや、うん、これそんな明るかったイメージがないんだよね。え、でもね、結構自分的には変わるからね、早く脱出したいです。そうね、はい、あとちょっとの進歩だよね。和紙が羨ましいよね。和紙いろんな髪の毛するから。そうそうそう、すごいおしゃれさんだよね。そう、いいよね。緑とか青とかね、似合うからね、素敵ですよね。うん、じゃあね、はい、いろいろわちゃわちゃ言ったところで、はい、はい、ここでね、番組のインフォメーション。ひかるちゃん、どうしたの今ね。ひかるちゃん、はい、早く言ってみて、はい、お願いします。今日どうした。普通です、普通です。はい、この生放送番組は毎月25日発行のこちらのフリーペーパー、うん、東京シーサイドストーリーをもとに、私たちシーサイドイメージガールがお台場や臨海地区のイベントやファッション、グルメなどお得な情報をたくさん皆さんにお伝えしています、うん、東京シーサイドストーリーとはお台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーで、ショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています。はい、そう、湾岸エリアのマップも載っているのでとっても便利です。はい、こんな感じで、ね、とっても見やすいのでぜひ見てみてください。はい、そしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や東京タワー、臨海線ゆりかもめ各駅などに置かれています。また iPhone アプリ、お台場エンジョイアプリがリリースされています。こちらです、ね、今載ってくれてます、はい、お台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることができます。 iPhone を持っている方はぜひお台場エンジョイアプリを登録してください。 App Store でお台場とアルファベットで検索すると出てきます、うん、そしてお台場テレビもスマートフォンアプリがリリースされています。はい、こちらです。イエーイ。こちらは iPhone アプリと Android アプリがあります、うんうん、どちらも無料アプリです。はい、はい、ありがとう。そしてですね、番組内でイベント情報やお店紹介も出しますので、インフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください。お問い合わせはアドレス seaside@odaibatv.jp までメールでお寄せください。お願いします。ありがとう。なんで、はい、なんでひかるちゃんなの？そこすごく引っかかってるよ、私今日。本当？何？しかもさ、ささやき町でさ、うん、ひかるちゃん。ちょっとびっくりしちゃう。ゾゾンってするよ。しないで。お願いだから千尋ちゃんはやめてね。わかんないよ、いつ飛び出すか。やだ、もうなんかちょっと一回時止まるから、うん、止めましょうよ。ちょっと止めてみましょう。じゃあそこは。やだよ。暑いからさ、ほら最近。暑いから、ね、変なゾゾじゃんね。うん、ね。あとひかるちゃんって呼ばれる、言われちゃいました、うん、結構今初めて言われた。そうだよ、なんか変な感じしない、うんうん、千尋、千尋は言われるんだけど、千尋ちゃんは、あ、でも先輩、うん、とか、ああ年上の人、うんうん、まあわかるけどさ、なんかもう、あ、もう先輩なんだけど、ごめん、先輩なんだけど、かなり先輩だよ、先輩、そう、先輩なんだけど、ね、そうだよね、そうなんだよね、うん、そうだそうだ、忘れとった、最初からね、そうは思ってなかった感じだったからね、年下の勢いで見てた大変失礼なやつでございます、妹的な感じで言ってたね。ね、じゃあここで、うん、早速ねシーサイドストーリーをね、元にしながら、はい、こちらのね7月号から、いろいろなお店の紹介とかね、うん、夏だからね、いっぱいありますよ、うん、していきたいと思いますけど、ちょっとコメントもねその前に覗いてみたいと思います。いつもこんな感じで、もう見透かされてるね。モエピはいつもこんな感じだべですよねって感じです。そうかな。そう、実はいや、アツシみたいにはなりません、うん、ちょっとあの一応女の子ってことにしといてくださいね、うん、そう、あ、でもほらいろいろね、ピッカピカピカール、はい、呼ばれてるよ、呼んでもらってるよ、ピカール。そう、あ、ちーちゃん可愛いぞって髪型、はい、調子乗るんでやめてくださいしましょ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そんなにしましま着てないんですけど。で、先月ボーダーだった、わかんない。でもしましまの印象あるよ、私も、うん、なんかちょっと面白いよそれ。本当ですか。しかもボーダーじゃなくてさ、安定のしましまだね、だよ、なんか可愛いけどさ、ちょっと面白いよね。そんなしましま着てるから。そうね、いろいろしましまのストックがいっぱいあるんでしょ。うん、
いや、じゃあこれからしましまの人でいこうかな。しましまピカール。そう、上がしましまじゃないときは下がしましまかもしれない。そう、そうね、隠れしましま。どっかしましまってことで。そう、どっかしら大好き出るときはアクセサリーでもなんかでもいいから、しましま取り入れるように。いろいろね。はい、あ、来てるよまだ。またね、最新のコメント。の18歳です。だって。なんか漂うさ、うんうん、なんだろう、哀愁感というかちょっと昔みたいな18歳です、まあね、すごい昔に昔ならではのアイドル感が今出てる、うん、アイドル感がちょっと今出しちゃった、うん、そう言っていただいたのでね、ありがとうございます。ちーちゃん頑張れ。頑張れるよ。頑張れ。何をだろうでもね、すごいたくさんね、はい、コメントいただいてます。そっか、社会人になると大人らしい女性、うん、なるかな。私アニメ好きな時点で多分ならないと思うんだよね。はい、でも見てみたい、なんかちーちゃんの社会人、社会人バージョン。あんまり笑うと笑わないよみんな。笑えた。そっか、まあね、まあ、個性はね大事にしてこうよ、はい、って感じだよ。はい、はい、先輩、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょうってことでね、これからじゃあ紹介していこう。はい、はい、じゃあ誰から行きましょうか。誰から。じゃあピカール。ピカ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 ール。じゃあ私から紹介していきたいと思います。はい、そう、6ページですね、うん、6ページのアクアシティお台場の、はい、うん、ご当地麺祭りビアテラスです。お、こちら9月1日までの期間限定オープンで、うんうん、レインボーブリッジや東京タワー、自由の女神などの夜景を眺めながら、各店オリジナルのおつまみや夏限定のラーメンとともにビアガーデンを楽しめますということなんですけども。あ、いいね、いいな、ね、いいね、なんかすごい夏って感じ。2人はさ、うんうん、もうあれじゃない、全然20歳じゃない。そう、今年からやっとさビアガーデンデビューできるんだけどさ、行ったことある？そうだよ、ね、2人はビアガーデンね、うん、この前行ってきたよ。あ、そうなの。いいな。結構夏とかってこの前じゃなくても行くの、うん、行く。でもなんか夏といえばビアガーデンって感じがするから、うんうん、結構毎年ね、うん、行ってるかな、うん、あ、そうなんだ、いいな、私全然行かないけど、なんかバーとか居酒屋で飲んじゃう。あでもそうだからね、すごい行ってみたい。そう、気持ちよさそう、そう、うん、ね、やっぱりせっかくだし外で飲むビール最高って言うでしょ、うん、ね、あれ早くやりたいんだよね。ビール飲めないんだよね実は。え、でも行くんだね。 あでもビールだけじゃないのかな。カクテルとかいろんなのがあるから甘いのもね、うん、なんかだってかすごいさ、さくらんぼとかちょんって乗ってるようなカクテル飲んでそう、ね、あー飲んでそう。雰囲気そうだから早くビール飲めるようになりたい。ビールの美味しさは分かるんだよね。ビールの美味しさもうね、そうだよ、飲んでるからもうそっくり二十歳だから。やっぱり先輩なのよ、そういう意味では。いや先輩ってか親、うん、親親かな。うん。ね、じゃあすごい、はい、ぜひね。そう、こちら17時から23時までなので、うんうん、ね、お仕事帰りとか。そうだね、うん、そう、え、期間限定。そう、期間限定、うん、この夏に行くしかないよね。はい、ぜひ行ってみてください。じゃあオリジナルのおつまみ気になるわね。え、なんだろう、だってさ載ってないんだよ、秘密でしょこれ。行かなきゃわからないってやつでしょ。ビールの写真しかここにはないよ。ずるいわ。なんだろう、隠してますよ。ね、行かなきゃだね。行かなきゃね。はい、はい、次はじゃあ、じゃあ、はい、はい、じゃあどうぞ。うん、なんだっけ、あ、うん、そう、同じじゃあ、うん、食べ物ではなくて同じページの場所なんですけども、うん、ジャンプショップデレンお台場店2015、なんとなんとそれはですね、私、うん、今日行ってきちゃったんだな。しかも今日からオープンなんですよ、うん、7月18日から8月31日まで、うん、アクアシティお台場の3階ですね、うん、アクアアリーナエリアに、うん、ジャンプショップが展開されてるんですけど、もう世代問わずドラゴンボールとかジョジョの奇妙な冒険とか、うんうんうん、あとワンピース、うんうん、今最近のジャンプのアニメとかのグッズが2000点以上も。おー、そんなに。すごいね。すごかったよ、行ってね。え、じゃあ、ほら、食だよ。買ってきました。何買ったの？嬉しそう、すごい嬉しそうだよ。え、そう、
気になるよ中身、え決まってるじゃんとかねアニメグッズはそうだけどさみたいないやもうねしかも、うん、あのまあジャンプといえば、うん、ワンピースと結構やっぱドンってなってるじゃない、うん、壁一面に原画とあと表紙がさ今何冊も出てるんだっけな、うん、77巻か8巻だけど、その表紙が壁にブワーって1から70まで展示されてて、すごい、いやびっくりした。あれはもう写真とかじゃなくて見に行ってください、うん、実際にね、うん、多分ワンピースも結構世代やっぱ広いと思うから、うんうん、私ルフィとかチョッパーもいたんだよ、いたいたって何いたよ、あのあ動いてるんじゃないでも現実、ね、うん、大きさ的に、うん、そうそうそう、もうね買わなくても、うん、まあお店側には悪いけど買わなくてもいるだけでも楽しかったぜひぜひ夏いっぱいやってるんで来てください、うん、お子さんと連れてでも、うん、絶対テンション上がるんで、うん、来てみてください、ぜひ31日までね、はい、はい、はい、ありがとう。入場もね無料だよね。無料です、無料です、うん、もちろんもちろんでもこれさ注意、商品購入は実費って書いてあるそりゃそうだねそうだよね、窃盗罪そりゃそうですよね盗みになっちゃうよそうだよね、うん、じゃあね、うん、じゃあ次じゃあ私いくね、はい、じゃあ同じ5ページあじゃない6ページから私、うん、は違うのかな、うん、あでもねアクアシティお台場で一緒だよ。そう6ページの、職人が作るレトロで可愛いがまぐち専門店綾野浩二というお店をご紹介します。ここは、レトロだけど可愛い、カジュアルだけど上質、どこか懐かしくどこか新しい綾野浩二のがまぐちは、伝統的な職人技術と現代風なデザインを融合させた和洋折衷。これねバッグとかお財布とかポーチとかいろいろなそのものをとガマ口がこう合わさった、ガマ口のこれバッグなのかな、大きいのいつも、そうそう、これ写真に出てるのはね、うん、ガマ口のバッグ、でも可愛いね、すごい、ね、なんか見たことないじゃんこんなのって、うん、すごい珍しいものがいっぱいね。でもお財布のお財布、長財布でもさ、小銭の部分、うん、小銭の部分だけガマ口のやつあるじゃない、うんうん、あれ便利だよ ね確かに取りやすいから、ガマ口ってそういつできたんだろう、なんかすごいって思っちゃうんだけど、うん、そういうさ便利なもの見るとさ誰考えたんだろうって思っちゃうんだよね、わ、うん、かるわかる、すごい昔のね、結構昔からありそう、良い方が、うん、でも今ガマ口グッズ持ってないや私何も、そういえば本当、うん、なんかちっちゃい時持ってたんだ、ガマ口の小銭だけで、うん、お札使わなかったじゃないちっちゃい時って、うん、使わない、なんか100円とか500円とかおだちんみたいな感じだった、うん、だからガマ口で入れたんだけどさ、うん、大人になって何、いや何もない何もない、ちょっとコメントがちょっとびっくりしたのでまあいろいろねありますそうね、ガマ口持ってる、うん、あ持ってるよ本当に、ガマ口で、ね、お財布で、うん、なんかこうかわいいイチゴの絵の描いてある山口、さすが山田でしこ、それほどでもいやそうでもだからすごく気になって、うん、ちょっと今日この後行っちゃおうかなとか思って、おまた誘惑に負けるやつ、ま、知らない知らない行ってね、うん、そうでも行ったらちょっとブログとか書いて、そうだね、うん、あ行ったんだって思うから、うん、あまた誘惑に負けたんだってそんなそうでもちょっと見てみようと思います、そうだね、うん、はいはい、じゃあ次またビカルに戻りましょう、ね、はい、なんかコメントちょっとコメント拾いますか、そうコメント拾いましょう、 何で笑ったの、私綾野浩二もう一個君まろにも、ね、そういう路線にちょっと引きずられそうな感じはあるよねいやあへえ、悩み事相談してくれそうだったよお酒飲むと、あ悩み事、ああ分かる、でもしてますよしてますよ本当に、うん、でもなんかこう優しく聞いてくれそうな感じは、でも見て見て、もう一個追加されてるから、うん、解決はしなそうだけど、あ分かる、半分聞いてない可能性なんか聞いて満足できるような相談事だったら抜群だよね、うんうん、みたいな、あそうだね、聞いてもらうだけだね、なんかアドバイスとか欲しい感じだったら、うん、光るんじゃないんだね残念ながら確かに癒し効果はあると思うからね、半分受け流してね、聞いてます、飲んでみたいなと思う、先月光るしましまじゃないっていう、おさっきチェックチェックされてる、チェックされてるよみたい、しましま、チェックだってチェック、イメージでもさ似てるよね、もうしましまとかチェックとかの柄なんだねとりあえずえチェック、ね、チェックだった、チェック、あ違う、チェックしたら、チェックしたらチェックしたら
まあちょっと似てるもんね。失礼。いやーすごい。あ、ジャンプショップでバイトをしてましただって。そうなんですか。いいな。すごい。ね、いいね。うん。すごい。明智以外持ってないです。あ、持ってないでしょうか。あ、嘘でしょ。そんな金持ちじゃないです。すごい。イメージいいイメージ。あれかな、あの、うん、お札で汗拭いちゃうかな。ちょっとここに今怖い壁ができた。みんな面白い。はい。ありがとうございます。じゃあピカルに戻ろう。はい。ピカル。なんだっけ、あ、そう、15ページのホテル日光東京の手ぶらでバーベキュー選べる2つのプランっていうやつです。15ページね。そう、はい、こちらです。こだわりの素材を揃えたバーベキュープランを2カ所のテラス席でご用意、手ぶら OK なのでお仕事帰りなど気軽にご利用いただけますということです。期間とかはあるのかな。そう、期間は10月31日までなので結構長い、ね、余裕があるので、うん、いいね。そう、ちょっと涼しくなった時、ね、そうこのさ写真とかさおしゃれ、うん、すごいさいいよね。なんかすごいすごい上手いあのアングルだよね。なんかさちょっとカメラマンさんにそうカメラマンさんに向けて美味しそうすごい、ね、でもまあイメージ、え、でもそれさ、ね、バーベキューかつそれでさ、うん、ビールで乾杯最高だね。あ、いいな、一石二鳥になっちゃうねこれもね。したいここ。しかも多分これ屋上だよね、上の方で、うん、そう屋上、最高じゃん景色。わー、ね、お台場の夜景が全部レインボーブリッジとかね、うん、こういうとこで、連れてってなんかさ、イメージガールでさ、みんなでバーベキューしたくない、ここ。したい、ね、だってあの前の1回だけじゃなくて、夏バージョンもね、そうだね、ぜひやりたいね。前はね、うん、ちょっとね、そう集まりが悪かったので正直オフレコにしてください、そういうこと、ね、そういうこと、ちゃんとそうだね、そうここら辺、はい、一応この3人参加してるメンバー、ね、参加してた、してた、してるよ、してるよ、うん、ここに1人でもね、参加してない人がいたらね、ちょっとね、ちょっとね、微妙な空気、微妙な空気になるからね、今はね、とりあえず本当あれだね、うん、夏だからできるとこに行きたくない、だからやっぱビアガーデン行こう、うん、計画しようねビアガーデン行こうよ、はい、みんなお酒飲めるし、そうだよ、私的に大丈夫だし、いやー楽しそう、想像した、うん、ちょっと楽しみ、楽しそういいね。でもバーベキューってね、私の勝手な印象なんだけど、うん、本当さ、なんだろう、夏とかやるじゃない、結構、うん、川とか海とか、うん、でバーベキューって私したことなくて、なんだろう、外が嫌だから夏出ないから私家から、うん、でもなんかアニメとかの見過ぎかもしれないけど、ドラマとかでもかもしれないけどさ、うん、串にさもう全部肉、うん、ピーマン、うん、肉みたいな感じでこう刺して、うん、こうやって焼いて、うん、こうやって食べれちゃうじゃん、うん、あれだと思ったんだけどさ、大体、うん、ちょっと違うんだよね、うん、それがそう思ってたよ、それができるようなバーベキュー、うん、それができるバーベキューしたいんだけどさ、でもあれ実際の問題火通んないのかな、どうなのね、イメージでもあれだよね、めっちゃファイヤーこれでしたいんだよ、ね、うん、豪快に行きたいよね、そうなんだよ、ね、でも大体ちゃんとこう丁寧にさ、ご丁寧に網で焼いてくれるじゃない、うん、そうそうそう、でお箸じゃない、こうじゃないじゃん、うん、こうね、このままこうやりたいんだよね、美味しそうだよね、豪快に、うん、ね、そう、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひですね、うん、うん、続きまして、じゃあ続きまして、じゃあはい、千尋ちゃん、ちひろちゃん今普通に言ったつもり今ね、極力抜いたんだよ、いろいろ分かった分かった、極力抜きました、はい、7ページのヴィーナスフォートです、場所はヴィーナスフォートの浴衣プレミアムストア、ヴィーナスフォート2階ですね、これだ、そうそう、浴衣プレミアム、夏といえばね、お祭りとか花火大会とかいっぱいあるけど、いい、ね、浴衣ですね、日本橋の着物屋京進プロデュースの期間限定浴衣ショップがオープン、うん、着物屋ならではの、うん、もちろん古風なね、古典柄や現代風アレンジされた人気のオリジナル浴衣、ホタルやアジサイなど、うん、豊富な色や柄を取り揃えてるそうです。浴衣、浴衣いいな、着たい、浴衣、あと着る、うん、夏祭りとかで今のところ、うん、予定はないかな去年とかだよ、いや去年着た、花火大会、いいな、何柄、いいな、色がネイビーで、うん、なんかお花柄、大人だね、色ネイビーってとこで、でここピンク、うん、あ、上品な感じね、いいな、いいな、着たい、
え、浴衣着る？私もでもね、紺地なんだけど、紺地のなんだっけ、白の蝶々かな。あ、だったかな。綺麗。うんうん。暑い中、うん、必死に友達に引っ張り出されて、うん、お願いお願いって言われて夜から行ってあげた。あ、まだ涼しいから。なんとか行ってあげた。いいね。着ないの？私ね、着たいけど、うん、全然最近、うん、ここ数年着てなくて、うんうんうん、でもピンクの浴衣とか着たいんですよ。あ、ポップな。確かに。あ、ポップっていうか似合いそう、うん、こう和な感じだけど、うん、ピンク、うん、上品な感じの着たいな。なんか金魚柄とかさ、うん、大人な金魚柄さ、似合いそうだよね。金魚金魚誰が？え、もう私金魚っぽい。そうそう、金魚柄っぽい。金魚っぽいって言うとなんかやだ。ちょっといろいろね。金魚柄っぽい。金魚柄っぽい。本当。水彩系で描いたさ、いい感じのデザインの金魚柄っぽいってこと。ありがとう。褒め言葉でした。もちろんだよ、もちろんだよ、もちろん。ありがとう。そうか。ね、はい、ぜひチェックをね。うん、いや、またね、コメントいただいてるよ。ダメージ大きいね、ちひろちゃん。ダメージ大きい。なんかね、パワーがあったかな。そうそう、HP 半分ぐらい減りました。いやー、いろいろいただいてますね。浴衣でもね、ちょっと着てブログにね、載せたりとか。あ、もうなんだっけ、ね、この今月の頭、うん、浴衣でね、東京タワーでイメガが、ね、うん、下ね、何人かのイメガは見れたんじゃないでしょうか、浴衣姿。そうですよ。ね、だからそう、また浴衣を着たらね、みんなブログにね、アップしたりして、うん、大好きとかでも着たい ね、うん、そうだね。あ、ね、言ってたね、言ってたわ、うん、そうだ、言ってた。そうだ、浴衣、ね、チナッティと誰かが着付けができるから、うんうん、ね、いいですよ。はい、次は、はい、次はじゃあ私です。 6ページの、この新作登場、東京トリックアート迷宮館の記事を紹介します。6月20日に、トリックアートの新作が初登場しました。で、ここに小さく写真で載ってるんですけど、これね、新作闘牛。闘牛？そう、あなたもマタドールになって闘牛から身をかわしてみよう。そうだよね、牛の方にはならないよね。そうなのよ。そう、なりきってね、こっちの方だよね。そう、でもトリックアート店とかってさ、私、うん、なんだっけ、なんかで一回行ったことあるんだけど。あ、そう、私このじゃないけど、うんうん、そう、楽しいよね。そう、楽しい。なんか軽井沢の行ったことある。あ、なんか出てくる。トリックアートで検索すると。そうそうそう、私もね、でもここ行ったんですよ、ここトリックアート迷宮館。あ、そうなの。でも新になってからは行ってないの。新になってから行ってなくて、うん、でもなんか、ね、今年の1月に行ったんだけど、うん、でその模様はちょっとブログにもね、アップしてったんですけど、うん、あそこすごい、あのスタッフさんがね、優しくて、うん、あ、そうなの、ね、そう、一人で行ってもこう撮ってもらえる。うん、そう、遠慮なくどうぞみたいな。一人で行ったの。うん、あ、まあそこはちょっと推測してください。皆さんの推測にお任せします。そう、でもすごいね、あの、いい、最後にもね、この何施設を出るときにちょっとした仕掛けがあった。それはし、うん、それはし、行ってからの楽しみ。そう、すごい楽しいよ、そういうのも。うん、だから涼しいしね。そう、確かに。本当に、ね、本当にそう、あの、大事だよね。率先した今。大事だと思います。それは汗かかないで楽しめます。だから、そう、ぜひね、うん、ちょっと暑くて疲れたなと思ったら、うん、そうそう、行ってみてください。真っ先に行くよ、私。行ってみてください、はい、ね、はい、最後かな、ね、最後ね、うん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 、最後かな。お、あれか、アルビオンのかな、あの、うん、ね、ちえちゃんと、うんうん、チヨと、うん、あ、2人か、うんうん、ね、私は、ね、いいな、アルビオン羨ましいなって思った、ね、アルビオンね、実はね、うん、ちょっと前まで使ってたの、あの、良い手順費を。じゃあもう行くべきだったよ。それは。でもなんかね、お天気大変そうだったよ、2人から聞いたら、うん、そうそうそう。え、でもあんなおしゃれなビーチ、私、ね、海とかまさに絶対行かないとこだけど、ね、あれ、そこなら行きたいなとか思った、ね、意外だよね、ちーちゃんすごいさ、うん、海とかさ、うん、すごい行きそう。いや、家でわかる、あの、行きそうだよね。なんかもう格好とかも、そうそうそう、見た目はもう爽やかガールだから行きそう、うん、もう人、家でクーラーガンガンの部屋でカタ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 
ギャップだねそれもね。やってるよ。そうなんだ。そうね。おいちゃんなんか冷房が出てる。どういうことかな。どういうこと。どういうことかな。あ、なんかイオンが出てるってことかな。吸っていいやつなんだそれは。どうかな。なうん、冷房が出てるの。うんうん、ね。いろいろもらってますよ、うん、はい、じゃあね、そろそろ、うん、ね、結構ご紹介しましたね、時間が次のコーナーに行った方がいいかな、ね、はい、ありがとう。ではね、その他にもたくさんのイベントが予定されていますので、シーサイドストーリーを参考にお出かけください、はい、ご紹介したイベントの最新情報は各イベント主催者や各施設のホームページ等でご確認ください。はい、続いてはイメージガールのコーナーでーす。さあ、今日は何をお送りするのかというと、この夏に、行われるお台場のイベントをね、はい、ご紹介したいと思います、はい、はい、たくさん実はあるんですよ今日からね、結構続々と、うん、割と多いんですよ今日からスタートが。結構ね、テレビでも紹介されてるかなと思うんですけど、うん、はい、世間的にはね、もう、うん、学あの小中学生とかは夏休みに入る、うん、そうだよ、結構今日からっていう人も多い、うん、いいな、懐かしい、いいな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 、まだだよ、ね、ってことで、はいはい、じゃあね、すごい大々的にね、まあ、やっているものをいくつかご紹介したいなと思うんですけど、うん、ね、まずじゃあ最初一番近いところからいくかな、うん、近いところでね、フジテレビがやってます。でーん、そうなんだ、お台場夢大陸、ドリームメガ夏祭りをご紹介します。すごい、結構ねパンフレットが、そう、この中から3人でこれ行きたい、うん、セレクトしたいっていうのを今から紹介します、紹介します、うん、ね、じゃあ何かこうあります、いっぱいあるんですけど、そうなの、すごいもう細かいくいっぱい、そう、そう、選びきれない、ある食べ物もいっぱいあるし、アトラクションとか、うん、参加型とかもあるし、そうそう、うん、ざっと見た感じやっぱ夏だから水使うのとか結構いっぱいある、ね、そうね、涼しくなるものがいっぱいあります、うん、で、そう、すごい詳しくね載ってるから、うん、ちょっと気になったものをね、はい、どんどんね、ちょっと、うん、あれですか、アニザイラーの実から1個言っていいですか、うん、あ、どうぞどうぞはい、これはもう毎年、まあ、この場所になってからは3回目かな、うん、なんですけど、うん、奥の方かな、居酒屋エグザイルパークです。おーおーエグザイル来たって感じはい、毎年毎年私も行かせていただいてるんですが、さすがでございますね、はい、もちろん去年も行けます、今年も行けます、友達とね寄って合わせて、うん、いや、なんかもうエグザイルファンはもちろんなんだけど、うん、あの夜までね、夜遅くまでやってるっていうのが、うん、遅くっていうことでもないんだけど、夜にやってるのが、うん、夜の時間までやってるのが結構少なくて、だいたい早く閉まってきちゃうみたいなんだけど、うん、居酒屋グザルは結構夜までやってて、うん、夜景も一緒にね見れるんだけど、ただのまあおつまみとか定番ドリンクとかもあるけど、うん、メンバーのなんといってもまあたまらない、エグザイルファンから見ればたまらない、うん、メンバープロデュースのご飯とか、うん、グッズとかじゃなくて、うん、ご飯からそう、フードとドリンクもプロデュース、うん、プロデュースのものが売られてるんだよ、うん、そう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 、だから目にもね、うん、やっぱも楽しいし、そうだね、でも空間はもうエグザイルとか三代目さんの曲もガンガンでなってる、うん、うわたまらない ね, ね、まあ、なんかたまにさ、うん、メンバーの人とか来たりしてない、そうなの、だからね、うん、うもうできることなら毎日行きたいんだけど、そうだよ、行かなきゃ、そうね、遭遇だっていつ来るよみたいのはやってくれないんですよ、嬉しい、ね、だからサプライズだから、うん、私あのショーやるよとかじゃなくて、うん、普通にあの お, 仕事、まあ、お仕事なんだろうけど、フラッとメンバーの何人かが突然敷地内に来たりとか、泣いちゃうじゃん、本当私、うん、テーブルには、うん、各テーブルにはね毎年やってるんだけど、うん、あのサインが書いてあるか、うん、どこの席に当たるかもちょっとね、楽しみ、ワクワク、そうだから、いっぱいですね、そういうビアガーデン系なちょっと音楽感じるフェスっぽいようなのが好きな方は、うんうん、ぜひ行ってほしいし、居酒屋やエグザイルは、まあ、エグザイルファンももちろんなんだけど、うん、絶対行ってほしい、うん、もうね、ちえちゃんご留守熱いね、なんと私もいつ行くかなって思ってます今日からだからね、そうなの、そう、うん、今日スタートだよ、
ゆるかもめからねちょっとね見えるんですよ、そのエリアが。このエリア自体が、そうそう、うん、居酒屋自体だけじゃなくて全部が見えるんだけど、すごい人だったよ、そう、私ここ来る時も。今日もね、うん、ゆりかもめもすごい混んでた、うん、ね、うん、ゆりかもめお忙しだよね今の時期ねー、本当本当、うんうんうん、何か二人はある、ね、気になるの。ある、じゃあ私ね、これね、なんかね、ザ社員食堂え、そう、社員食堂、フジテレビのってことなのかな、これは。そう、すごいのよ。芸能人やアナウンサーも利用する社員食堂期間限定開放。同じの食べていいの？食べたいね、すごい。これね、期間中の土日祝日、うん、ラストオーダー5時までなんですけど、今日とかやって出たんじゃないかな。あ、そう、土日祝日だから。テレビ内なんだね、これは。そうそう。なんかすごいさ、気になるじゃん。そうだね。何食べてるんだろうってね。そう、普段絶対入れないから。なんかもうね、その同じ空間に行きたい。ミーハー、ミーハーだね。ミーハーじゃないよ。違うよ。でもなんかさ、ワクワク感あるよね。うん、そう、なんかすごい裏事情を見てる的な。わかるわかる。感じがする。うん。裏事情、あ、見せられる範囲で見せてると思うよそうだよね、裏事情と見せかけたあのものかもしれないけれどもそれはぜひ皆さんの目で、皆さんの目でね、お確かめてください。光るわ、光る。私はですね、サマーゲートスタジアム、何それ、なんかアーティストが日替わりで登場する目覚ましライブを始め、そう、テレビでちょっと中継してくれるやつ、そう、目覚ましテレビとコラボしてるやつとか、あとは人気番組の公開収録やトークショーなど、豪華なラインラップが勢ぞろいということなんですけど、結構目覚ましライブってかなり豪華なアーティストの方が出てて、抽選なんだもんね、あれね。今年は明治さんだったり、生き物係さん、あと E ガールズとか、そう、西野カナさん、その反応が横でなんか起きてた。マジか、出るんだ、すごい。すごいね、結構ね、豪華な方々、ね、ね、なんかライブとか好きだからすごいね、気になるんだよね。意外とね、好きなのね。好きだね。ね、なんかこうやってるイメージないよね。え、めっちゃこうやるよ。光る、意外だ。めっちゃ叫ぶし。かわいい。そこの部分中継したい、私横でこうやって。ね、見たい。光る騒いでます。そう。これ豪華だね。そう、豪華。やっぱりやりますよね、フジテレビさん。すごいですよね。あ、なんだっけ、あれ知ってる、うん、番組、そう、フジテレビさんの番組なんだけど、うんうん、今いろんな番組再現されてるじゃない、うん、このこういうところ、こういう機会だから、うんうん、逃走中と戦闘中知ってる？知ってる。え、それあるの？見てないだろう。あるんやで。あるのかい？もうなんか、ももちゃんみたいになっちゃった。そうなの。うん、体験できるんだ、逃走中と戦闘中。しかもあのアンドロイド、あのすげえ足速い人、うんうんうん、とか、あとなんだっけ、忍だ、忍びか、うんうん、あの戦闘中のね、うん、もういるの、うん、いいな、そう、超楽しそうじゃない、のまであれさ、テレビ見ててね、うん、あの、まあ、すごい速いんだよね、彼らは、うん、すごい速い、彼らちょっとびっくりしますよね、すっごい速いんだけど、うん、私だったらもうちょっと逃げられる気がするとかいつも思ってるのだから、すごいやってみたい。確かに実際にね、うん、ちょっと小回り聞かせろよとかちょっと思うの。そう、戦闘中もさ、でも戦闘中は怖いな、あれ、うん、やだ、ドッジボール好きだけどさ、多分違うと思うんだよね。高校の時に、うん、その戦、ん？逃走中を実際になんか全学年じゃなくて、うん、やった、そう、やってみたの。すごいことするね。でも、うん、やっぱり、うん、楽しいんだけどクオリティが低いからバッサリだんだん飽きてきちゃうからね、うん、多分これはね、レアだよ。そうだよね、そうだね、本当、紹介、これだけじゃ、ここの時間だけじゃ紹介しきれないぐらいいっぱいあって、まだまだね、この今日から始まったイベントとかが紹介したいのがあるので、うん、そう、ちょっとね、次のに、はい、次のに進みましょうか、ね、じゃあ次の2番目の施設なんですけど、うん、動かすというね、そう、施設がね、うん、あるんです。どこにあるのかな、新豊洲駅の本当に近くにあって、うん、そう、近いのはいいね。そうそう、で、これもね、今日からスタートということで、うん、8月いっぱいやってるものなんですけど、うん、そうね、ここにね、資料があるんですけど、どれも楽しそうなんだ、ね、すごいんですよ、ね、
じゃあちょっと紹介をね、うん、してほしいな。あ、でもこれ始まるから、うん、あ、じゃあ、はい、ピカールなんかもうピカールって今日ちょっと呼びやすくなっちゃったはいはい、ね、結構ね、いろいろあるけど、うん、私はハイドロスライダーっていう、うんうん、超巨大120メートル？メートルスライダー、うん、スライダーか、そう、なんかプール、うん、うんうんうん、でなんか浮き輪で上からなんか落ちてくる的な、なんか結構遊園地とかにもあるやつなんだけど、ウォータースライダーみたいなやつかな。そうそう、でも超巨大だからね、ねえ、どんなどんどんだって速いのとか高いところとかは大丈夫なの？大丈夫、速いのも高いのも、うん、無理なんだけど、でもこういうスライダー系は大好きなの。え、それってどういうこと？水なら OK とかそういう問題、水なら OK かもしれない。なんだそれ。他のジェットコースターとかは絶対無理だけど、うん、スライダーなら OK、うん、へー、そう、本当本当本当、じゃあびっくりしちゃった今。そうだからすごいこれね、気になる。すごい楽しそう、すごい楽しそう。でもね、もっと衝撃的なものもこうあったね。あったね、そうなんだ。あったあった、それを私はちょっと目をつけました。そう、ちーちゃんズアイ、まあ、だいたいバンジージャンプとか高いところっていうのは命綱がね、ついてる、ついてるじゃない、うん、だよね、ついてるじゃん、まあでもそこまでそのバンジーほど20メートルっていう高さじゃないんだけど、うん、名前がね、うん、ゼロショックって言うんだけどね、怖いそう、命綱なしで6メートルの高さから飛び降りるんだって。無理。あ、ちゃんとしたクッションありますよ、もちろんさっきそれ聞こえたことあるよねみたいなこと言う、なんかあったらね、ただのさ、飛び降り台だよそれみたいなそういう会話がね、そこで何言ってるのかな、モエピーって思ってそうなんだけど、ね、うん、私は逆にそうバンジーとかって結構多くあるけど、うん、その綱なしでピョンって飛び降りるなんて想像できないから、うん、私はこれすごいやってみたいなって思うんだよね、チャレンジャー、ね、うん、すごい。私なんか、うん、あんまさ見ちゃうと多分できないと思うんだよね、うん、だからなんかもうちょっとなんか3歩ぐらい下がってタタタタって言うけど、漫画アニメでありそうだよね、タタタってなんか、いや分かる、なんかさ、うん、ずっと溜めちゃうと怖いよね。そう、ギリギリでさやったらさ、本当にさ、こうじゃない、こうじゃなくてさそのままに強いね。そう、なんだ、時をかける人、あ、ステージだった今、そう、昨日そう放送があった、見ましたが、あれみたいな感じでタタタタッって言ったのちょっと影響されてない、大丈夫でも実際絶対怖いよ、そんなの、うん、本当に、うん、だよね、そうだよね、うん、でもちーちゃんならいけそうかな、ね、なんか本当になんかその時のさ、うん、時あの音楽流してくれればいける気がする、うん、あの音楽を自分はもう主人公みたいな、生きる、うん、いけばできる気がする。だいぶね、うん、精神力がね必要だよね、これ。もえぴーは何目つけたの？私ね、あ、これ私ね、シューティングチャレンジ。何それ？これね、水鉄砲を撃ちまくるっていう、ひたすらそう、ひたすら撃ちまくる、集中攻撃されるやつだ。そうそうなの、これね、うん、スタッフチームと、あ、そう、対抗戦可能って書いてある。スタッフとそう自分たち、自分たちでシューって、うんうん、遠慮しちゃうよね、でも本気でそこ行くんだ本気でね、本気で行くんだ、ね、ちょっとね、普段の、ね、うん、いろんな溜まったものを出すっていう意味では、確かになかなかさ、大人になって水鉄砲とかさ、持たないよね。やんないやんない、うん、でもさ、なんかやってみたいじゃん、やっぱ夏だから、うん、だからね、すごいいいと思う。あ、やったな、去年やったあれって思った今本しかもね、すごい大きいのとかってすごいんだよ、あれ。すごいしか言ってないや、なんかもう威力がすごいんだよ、そう、痛そうじゃない？痛い、大きいの痛いよね痛いでしょ、コンタクトしてる人はね、ここ行ったらずれるよ。え、怖いじゃあゴーグルあ、そう、本当必要だよ。あのね、でっかいの持って水風船抱えて、うん、やったいやでもね、この年になって思っても全然楽しい、うん、なんか水って強いよねって思った。水って何でも楽しくなっちゃうね。わかるわかる、うん、何でもできる気がするよね、うん、水って夏だし、やっぱりそうだね、水欲しいよね。欲しい、すごい。でもいっぱいね、他にもいろんなアトラクションがあるのでね、うん、ちょっとぜひホームページとかでね、チェックして、うんうん、私これはしかも来週ね、うん、イメージガールが
リポートに行くんですよ、ね、なのでそこで多分詳しい映像なり、うん、そういう資料が出ると思うので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。そうですね、はい、お願いします。あ、コメントもいっぱい来てますよ。なんかさ、もうやっぱり芸人化されてますね。皆さんのコメントにより芸人化されてます。ちょっともう芸人の、うん、でもあれでお笑い担当はももちゃんなんだよ、うん、イメガで関西なんだからってことにはなってますけど、ちょっとね、多分滑る感じのね、滑り芸人滑り芸人担当かな。まさかの、あ、やっぱりね、これ太夫、太夫をこう引きずってらっしゃるから、ちょっとね、打ちまくってほしい。打ちますよ。あれか、漫画みたいに足がくるくるってあの、タタタタタ、くるくるくるってやつでしょ。かわいい。足が渦になるやつでしょ。そうそう。ね、すごい。いろいろね、他にも。そう。何、強くないの、光る。光る、光る、強く。アドバイスされてるよ。強くなれるよって。だから怖いから、そういうの、ね、へ、じゃあ観覧車とかそうゆっくり上に上がってくのもダメ、うん、観覧車平気。 え高いとこダメって言ったらどこの、どこの、どれ誰だっけ。たまにね、うん、ちょっとそういうのがあるけど、でも観覧車ぐらいかな、平気なの、高いとこで。本当、うん、ゆっくりだし、そう、ゆっくりだし、うん、下見なきゃいいやみたいな。そうそう、目つぶってればいいかみたいな。うん、意外にゲームとか私結構強いんですよ。ゲーム、何ゲーム、どういう、え、なんか、え、UFO キャッチャーとか、あー、そういう、うん、個人プレイ、個人プレイだよ。そう、でもね、最近あんまりゲームしてないけど、うん、昔やってた時は結構ね、うん、お兄ちゃんとかとやってて、え、でもなんかこれさ、さっきのこのさ、水鉄砲のやつだけどさ、もう一回遠慮しちゃってさ、うん、え、しないしない、優しそうな気がするんで、意外とさ、めっちゃ打ってきたんだ。そう、めっちゃ打つよ。それちょっとびっくりだわ。なんかもやっぴ、あーとか言ってなんか、あんまり仕掛けてこないかなって思ったら、うん、え、でもこういうの私全然遠慮しないよ。大人げないの、大人げない、怖い怖い。普段のとはちょっと違って、うん、こういうのすごいやる、すごいやっちゃう、楽しいから。ちょっとね、そう、うん、そうなのよ。そうだね、水がやっぱりアトラクションとかで多いけど、それでなんか、うん、ヒヤッとね、涼しくなるけど、うん、夏ってもう一個ヒヤッとするやつない、ね、あるよ。ありますね。実はですね、実はそのヒヤを私本日早々に体験してまいりまして、うん、8月、30日まで、今日から8月30日日曜日までやってるんですけど、うん、ここは、ここからお台場周辺じゃないんですけど、うん、まあ、結構東京タワーでもここはお世話になってるんです、うん、お世話になってますよね。そうだよ ね、そうで、東京タワーの、うん、いつも私たち上にいるじゃない、うん、上で大展望台、ね、そうやってるじゃない、うん、地下なんだよ。地下に何が、地下に夏限定で、うん、しかも東京タワー史上初、うん、本格的なお化け屋敷が今日からオープンなんですよ、そうで、名前が、うん、東京タワーに住み着くあの子、うん、怖い、名前が子供。そう、あの子、あの子だったんだけど、うん、子供だからってダメだよ、切り抜いちゃん、もう怖いから普通に。怖いじゃん。そうで、ホームページとかチェックしていただければ、ストーリーとかもね、うん、細かく、うん、設定がちゃんとあって、怖い、それも重々読まされてから入ってるから。本当に、うん、そう、細かいことは来週に私たちのリポートは、まあ、放送してくれると思うですが、ね、まあ、ざっとね、その、うん、まあ、説明少しできる範囲すると、うん、歩くタイプなのね、やっぱり、うん、何かに乗るとかじゃなくて、乗るんだったらまだよかった、うん、そうだね、もうね、本当に、しかも行ったメンバーが私と、今日タワーで MC してる、うん、ももちゃんとチナッティの3人で行ったんだけど、うん、3人とも、うん、まあ、ビビリ3人娘でして、うん、そうで、しかも私とチナッティはお化け屋敷入ったことないの、うん、史上初だったのね、そう、だってなるべくそんな避けて生きてきたから。確かにそうなんだ。でもお仕事じゃない、だからもう今日具合悪くならないかなとかね、正直ちょっとね思ったぐらい嫌で行くのが、そうで、もう東京タワーのノッポくんだっけな、うん、いるじゃない、ノッポ、ノッポ、失礼しました、ノッポもね、うんうん、お化け仕様だったのよ、怖いつものね、明るいノッポじゃなかった、ちょっと怖いの、怖かった、怖かったの、そうなの、見たいね。そうそうそう、で、まあ、地下に降りてって、うん、そう行ったんだけど、うん、そのまあ立ってるよね、説明してくれるお姉さんもね、うん、一切笑ってくれないの、もう、そんな、もう淡々と、もう本当に怖くて、
でレベルが1から3まであって、うんうん、そう選べるんだけど、うんうん、ざっと覚えてる範囲だと初めがヒストリー編みたいな、ヒストリー編みたいな、で2個目が、うん、まあ会いに来る、住みついてるのに会いに来てくれるってことだから、うん、よく来たね編って、で最後が暴走編なのね、もうなんか最後だけちょっと違うけど、うん、全然でなんか暴走編にしようよって誰かが言うから、うん、もういけない、いけないスタッフがもうみんな全力で拒否して、私たちはちょっと、うん、もう1レベルでも十分怖いので、うん、1で入らせていただきました、うん、あ1でね、うん、でも真っ暗なので本当音声しかねずちょっとお伝えできないんですけど、うん、もう十分ビービーギャーギャー言ってると思われるので、うん、はい、そう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 です、うん、でもう終わった後あのね、うん、ヒヤッとか肝試しとか心霊とかヒヤッとか言うじゃん、うん、汗びっしょり暑かった確かに、いや全然もう行く前とかはもうわーって思って寒いやだって思ってちょっとでもなんかわーとか聞こえるんだよ、うん、わーとか思ったりとか、あお客さんの他の方、あ、あの多分わーだねもう、あ、ね、そうとかキャーとか悲鳴とかなんかさ今なんか聞こえなかった、え、やめてよ、いや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 、2人はさ、2人は今日行ってないかも、取り当たった、2人は今日行ってないからあれだけどさ、なんか今あれと思って2人は行ってないからだけど今日寝れないじゃん、いや違うね、きっとお台場夢大陸の音だね、きっとこれはだと思います、そういうことでお願いします、もうやだよ、もうみんな遊び一人で帰ってきたんで今一番ヒヤッとした、今日一ヒヤッとしたよ、ごめんね、大丈夫大丈夫、そう、うん、そんなビビー3人が頑張ってきたので、うん、温かい目で来週ね、うん、映像を楽しんでいただければいいかなって思います、はい、お疲れ様でした本当に思ってる思ってます思ってます本当に思ってんのかなって思って、そう、すっごいもう、うん、まあいろんなヒヤッとがある、あとまあ楽しいもあるけど ね、 そうだね、このお台場周辺、東京タワーも含めいろんなイベントがあります、うんうん、ありますね、なのでちょっと他にもね、東京湾の花火大会だったりあるし、まあ、ちょうどいつだ、8月の8日8日の土曜日、うん、土曜日になります、来月か、来月、あ、ね、お、結構光るんだよ、そう、私たち8月8日入ってるんですよ、やったね、ね、花火見えるかな見えるかな見えるよその他にもね、たくさん、うん、ね、イベントがあるのでぜひ行ってみてください、はい、はい、ではね、イメージガールのコーナーを終了します、はい、パチ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 ね、というわけでね、うん、もうね、あ、知ってますね、あ、そうなんですよ、スタッフのこと知ってますね、そのお化け屋敷の制作、ね、戦慄迷宮を作ったスタッフだからね、もうやだ本当に、もう思い出したくないからそのコメントし、ね、いただいたけど、せっかくちょっとあのだいぶあの忘れてきたんで、うん、頑張ってその感想をここに持ってきこれるかって不安なぐらい記憶をリセットしたかったんですよ。まあ、大丈夫大丈夫ね、大丈夫、明るい未来が待ってます。なんだそれ。めっちゃ適当。ね、いや、いっぱいたくさんねコメントいただいて、そうだ、なんかみんなさ、みんな行くべきだと思う。うん、メンバー変えてそう行くべきだと思うよ、そうですね、頑張っ てだからここじゃん、そのもうどんないろんなとこ行くべきだと思うよ、そうね、行ってきなそうですよ、味わってこいというね、ちーちゃんからのメッセージを最後に、はい、ね、ここでねあの明日の東京タワーの TV の案内をね、ちーちゃんにお願いします、はい、はい、明日の東京タワー TV は午後1時と3時から兵庫県、うん、上川町 PR イベントをお送りいたします、はい、そして午後5時10分からは、DJ 神田亜希さんによるラジオ公開収録、そして午後7時10分からはインストルメンタルユニットソーシズのライブをお送りいたします、はい、観覧はもちろん無料なのですが大展望台への入場料が必要となりますので、うん、詳しくは東京タワーのオフィシャルホームページをご覧ください、はい、はい、ありがとうね、ということで、はい、今日もねこの3人で、うん、そうですね、お送りしましたが、ね、あっという間だったすごく、うん、いつも思うけど、ね、でも今日はちょっと出だしからかもエピがおかしかったよ、ね、うん、本当にそうかなちょっと対応になんか薄い壁がね置いたよ、私そうかな本当に、うん、びっくりだよ、本当本当、お、そうなの、終了コールしたのもエピが初めてなの、本当にイメージがある、やったそうそう、ありがとうございますね、うん、でも夏実際に2人は今日紹介したね、いっぱいのイベントあるけど、うん、行く、うん、絶対行ってやるっていうの見つかった、見つ
けたよ。なに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 、花火大会、え、ちょっとでも見たい。あ、ちょっとでもあれだよね、なるべく人いない、うん、あの上の方で観覧したいよね。そうだね、うん、そう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 です、ね。まあ、お金があればできることならヘリからとか見たいよね。あー、贅沢ですね一回でいいからやってみたい、あのドラマみたいなこと、ね、あー、そう、実際どうなんだろうね、マジック、うん、実際そうでもなかったりとかしちゃうのかな。それはないよね、それはないですよね。それはないきっと素晴らしい、うん、ヒカルンはなんか行くぜってやつある？ヒカルン意外と、うん、意外とっていうかこのランガールナイト、あ、そう、さっき紹介はできなかったんですけど、うんうん、っていうなんか女性ランナーの視点を生かした新しいスタイルのランニング大会、うんうん、あ、今いろいろなんとかランっていろんなのあるよ、ね、そうそう、結構ね流行ってるよね、うん、これ9月ね12日の土曜日、うん、お、その日なんだね、うん、そうなんですけど、なんかこういうなんか走るイベント多いよね最近、ランニング大会とかずっとなんかいいなって思ってるけど、うん、できないよね。そう実際はまだね行動したことないので、うんうん、これすごい楽しそうなので行ってみたいです、ね、そうだよ、うん、そう、なんとかランって結構周りの友達めっちゃ行ってるんだけど、すごい楽しそうだよ、カラフルラン、そうなんだ、いろいろあるよ、ね、とかバブルランとかもいっぱいあるけど、そう、でも女性目線ってことは絶対楽しいよね、ね、うん、ランがあるでしょ、うん、しかもナイトなんだね。そう、本当だ。夜じゃん。パーリーじゃん、パーリー。しかもこの橋で終わった後にアフターパーティーがあるそうで、うん、なんだろう。そのためにみんな頑張るよね。最後まで楽しめそう。交流できるよ。うんうん、ね。実際走る距離ってこれなんか辛くないのかな。そう、それだったら参加したいです。ね、なんかね、はい、ピカールはそんなに走らないでしょって聞いてるけど、めっちゃ走りますよ。見抜かれてるぞ。まあね、何かあったらまたブログとかでもね、うん、みんなお知らせして、そうね、実際行ったら、うん、そうだよ、その結果をね、そうだよね、載せとかないと、報告しましょう、嘘つきになるぞ、載せます、お金そうに何をならないように、そうですね、はい、ね、ではもう本当にね7時になってしまうので、はい、名残惜しいですがここでねもう終了します、はい、はい、それでは、第14期シーサイドイメージガールの桑原萌子と寺岡千尋と長町ひかるでした、はい、皆さん良い週末を、来週もよろしくお願いします、バイバーイ。